昔々スマトラ島の王子が狩りのために新しく上陸した大陸でシンバと呼ばれるライオンの姿を目にする。そしてその地をシンガプーラと名付けたことがこの国シンガポールの由来となっている。そう、これから向かうのはシンガポール。シンガポールは観光に超おすすめである。まず治安がいい。そして東京との時差わずか1時間。観光地が多い小さい国である。東京都のサイズがこれくらいだとするとシンガポールのサイズはだいたいこれくらい。交通費がそんなにかからず回れます。果たしてオメスはどこへ行くのか、そしてシンガポールはどんな街なのか。あれ、時間ない、時間ない、やばい、大丈夫、今緊急で撮ってるんですけど、ちょっと早く行かないといけなくて、搭乗口に早く乗らなきゃいけないけど、ちょっとリオちゃんがね、ちょっとリオちゃん電話かけてみますね。もしもーし。あんた寝てたでしょ。私今日ね、ずっと起きてんだ。嘘、寝てないの。じゃあ私も寝てない。ちょっと最高のね、気分でね、今起きてね、テレビ見てるわ。ちょっと今からシンガポール行ってくるわ。シンガポール、ちょっとシンガポールに行ってくるわ。今もう成田空港にいるから。嘘、なんで行くの、嘘、どに、は、コンテニビザのお仕事ですけど。聞いてないよ。は、じゃあね、もうあと30分で出発だからバイビー。気をつけて、うん、じゃあね。考えといてよ、何が欲しいか。うん、じゃあね、楽しんでくるから。バイビー。ついにシンガポール行ったか。YouTube コントリビューターとしてね、シンガポールに行ったらしいですけども、これ YouTube の服、これもう気持ちはもう YouTube コントリビューターとしてもうイベントに参加してるっていう気持ちで、まあ過ごしていきます。あー、お土産楽しみだな。チャンギ空港に到着しました。シンガポールですね。いや結構ちょっとね、入国審査がなんか難しくてね、かなり手間取りました、マジで。ですね、シンガポールは日本との時差はですね、だいたい1時間、1時間早くて今4時48分なんだけど、東京は5時48分、ちょうど1時間ですね。そしてシンガポールはですね、なんと年中あったかい。今の気温なんと29度。はい、暑い。はい、夏。これはもう夏ですね。基本的にはね、半袖半ズボンでいいんですけど、雨が降ることが多いので折りたたみ傘持って行った方がいいですね。あとは室内かなりクーラーが効いてるので、長袖の羽織るもの持って行った方が安心です。ちょっと空港内にいろいろね、ポケセンとかあるみたいなんで、ちょっと回ってみましょう。行ってみましょう。こちらすごい、クリスマスツリーめっちゃでか。ここはシンガポール空港のなんか目玉みたいなところじゃない。すごい、もう音が聞こえるよね、滝みたいな音が。てれってって、いきますよ。ちょっと待って、もうちょっと進んでから見せるわ。マジですげえものが見える。てれれー、じゃーん、すごい滝。すごいんだけど、見てよ、あんなところからね、起きてこの下に入ってってんの。めちゃでか噴水、これはちょっとテンションが上がりますね。圧巻ですね、すごい。
ここにゴミがポイ捨てしてあるじゃないか。罰金全シンガポールドルだ。これゴミじゃないんです。ここですね、さっきのあの噴水のところから歩いてきたんですけど、なんかジュエルっていう空港から直接つながってるなんか複合施設なんですね。でね、ちょっとそこ4階に来ました。なんかいろんなカードもね、おもちゃ屋さんに言ってんですね。ポケカ英語だ。あとはえ頂上決戦売ってんですけど、しかも日本語売ってんですけど。あ、来ました。私がめちゃくちゃ行きたかったところ、ロンドンの時のさ、ポケモンセンター行ったじゃん。こちらじゃーん、シンガポールポケセン来ました。シンガポールのポケセンはね、ラプラスとピカチュウがね、なんかメインみたいな感じですよ。シンガポール版のポケモン、え、すごい。まあラインナップは普通のポケセン、日本のポケセンと変わんないんじゃない。そんな、でもなんか専用のあんのかな。ラプラスとピカチュウめちゃくちゃ可愛いんですけど、シンガポールでもポケセンマジで大人気ですよ。めちゃくちゃ混んでるもん。ギャラドス、恐竜で走れるやつがあって、恐竜に乗って走れるんだけど、マジで恥ずかしい。これ一人やってるのやばい。ほら恐竜さんに乗ってんの私今。いいでしょう、ヤッホー。これなんか4階ショッピングモールの4階を回れるみたいだね。あーすごいすごい。もう買いそうかな、そろそろ。恥ずかしいから。金が売ってる。1個1万5800円ぐらいだよね。シンガポールドルは1ドル100円なんで、リオちゃんのお土産これにしよっかな。金はぁ、ベイちゃん今シンガポールでうまいもん食ってんのかな。ふぅ、まあ私はね、もうやっぱ海外の風を感じようと思いまして、もう来ました。私の本日のディナーはこっちこちらとこちらです。こちらです。パックの肉とあシュリンプです。いいでしょう、レイちゃん。いいでしょう。まあレイちゃんうまいもん食ってるから、私もうまいもん食っていきますわ。肉。ふぅ、ちょっともうね、疲れてしまってね、ホテルに来ました、とりあえず。ふぅ、もうね、暗くなっちゃったね。全然今日回れませんでしたね、なんか、結局。疲れちゃいました。ご飯だけとりあえず今からちょっと、行こうかなと思います。結構飛行機ね、7時間とか疲れちゃうね、やっぱりね。ではご飯に、レッツゴー。うわー、めちゃくちゃなんか、ロマンチックですね。なんか夜でもめっちゃ遊べるって感じ。もうね9時なんですよ、夜。こんなに賑わっているというか、なんかもう綺麗ですね。至る所にね、いろんなロボットがいますね。ということで、ヨシーズシというお寿司屋さんに来ました。そして頼んだのはこちら、ネギトロ海鮮丼いただきます。結構海鮮のうまさ、このサーモンの味結構決まるとこあるじゃん。いただきます。日本のスーパーの売ってる海鮮丼、ちょっと安めのやつの味ぐらいかな。あ、でも全然美味しい。おはようございます。あ、ちょっとロビーの方に来ました。朝ごはんね、なんかセブンがあったんですよ。セブンがあったのでセブンでいろいろ買ってきたんですけど、やっぱ朝といえばね、ミルクティーですよね。マインシャイン、ポッカのミルクティー、リプトンのミルクティー。そしてご飯のメインディッシュはですね、パンダンケーキ。なんかシンガポールで結構有名らしく、すごいね、緑色なのパンが。おいしい、最高の朝ごはんですね。ミルクティーを飲みながらパンダンケーキを食べるというね。コロナ禍でどれが一番おいしかったか、でれれ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 ずん、リプトン。今日は2日目ということなので、今日もいろいろ雨なんですけどね、室内で回れそうなところ行ってみたいと思います。
リーナベイサンズに来ました。なんで GP01 なの？なんとマリーナベイでコミコンやってました。つい入ってしまいました。どうしよう、普通にテンション上がるんですけど、ちょうどタイミングがね、あの今日と昨日、昨日と今日だったっぽくてね。リオレースかっこよい。これはあれじゃない、僕らのヒーローアカデミア、これはデクじゃない、リオちゃんが好きなやつだ。いろんな人のサインがありますね。サインというか絵がね、いっぱいありますね。あれ書いてきました。いや VTuber みんな知ってるかな、すげえ強調させてきちゃったな。みんなこれを機にオメガシスターズ VTuber で調べてくれないかな。めっちゃすごいクオリティのジョーカーさんがいました。すげえクオリティなんですけど、めちゃめちゃ売ってますね。ガンガンウルトラマンデッカー、スポンジボブ、骨、あ、パトリックだ、ヤッホーパトリック、骨、マリーナベイの中にね、アップルストアがありました。通路のドアの中にこのアップルのねやつが立ってんの。じゃあちょっと行ってみよう。なんか奥にエスカレーターとかあるんだよね。うわめっちゃすごっ。奥のエスカレーター上がるとね、なんか実際に触れるみたいな。あとめちゃくちゃ綺麗なんですけど、雨止んでるのでは。なんというロケーションなの。すごい、あの一番大きい通りにさ川が通ってんの。今はねクリスマスシーズンなんだよね。木が浮いている。めちゃくちゃクリスマスツリーみたいのが浮いてんの。すごい、歩いてるだけでさ私さ映えてない。なんかめっちゃ良くない。なんかめちゃよ、なんかちょっとベネチアをねこう想像とさせる感じですね。イエイ。お目がないから編集素材が届いている。編集しないとカタ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 、編集中編集中、カタ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 、編集中カタカタ編集中。ちょっとやっぱ晴れてきたんでね、行きます。ついにサンスカイパーク到着しました。お、うわーすげー、見てください。こっからほらシンガポールの街が一望できる。すげー、ていうかめちゃくちゃね広い。あーちょっと見てくださいよ、見えるかな、ちっちゃマーライオンが見える。めっちゃちっちゃいけど、うわーすごい、うわすごい、うわすごいしか言ってないけどすごい、うわーすごい、すごい。あの観覧車28人、1台につき28人乗れる。なんかロンドンの時もなんか乗ったよね。さらにちょっと階段でね上に行けるんでちょっと行きますね。えちょっと絶好のロケーションすぎるよ、こんなとこで食べたらね。すげえ。いやマジでね、なんか真っ二つに分かれて半分が海半分が都会みたいな感じがね、ちょっとなんかいい、ファンタジーっぽい。この向こう側にさプールとかあるね、面白そう。はい、続きまして後ろにマリーナベイがありますね。今はですね、ドラゴンフライブリッジを通って向かっております。どこに向かっているのかというと、ガーデンズバイザベイ。なんちゃらベイが多いんだよ、マジで。すごい、すごい、高い。なんか私、高所恐怖症ではないんだよね。だからそんなに怖くはないんだけど、めちゃくちゃ道が細い。ここがスタートであそこがゴール。じゃあ行ってみましょう。全然余裕だけど、すっごい細そうだよ。ほら、こんなもうここ、この距離。めちゃくちゃ見晴らしが良い。すごいなぁ、面白いなぁ。なんかゆっくり歩いていったら大体15分ぐらいですみたいな感じだったよ。いや、おもろいですね。楽しいですね。さあ、一気にアジアっぽい感じになってきました。これからフラワードームっていうところにね、向かいたいと思います。なんかどこにいてもね映えるね、なんかこのジャングルっぽい雰囲気が。
はい、フラワードームにやってきました。ここもすごいクリスマスですね。もうすごいなんか植物園みたいな感じなんだよね。植物がめちゃくちゃあります。そしてここ2階なんだけど、下がですね、じゃーん、めちゃくちゃでかい赤いツリーがありますね。めっちゃ綺麗。なんかオシャンティーな木がね、他にもいっぱいあるんですよね。なんか今日もツリーマジ何十本もね、クリスマスツリー見た。超ね、クリスマスを満喫してるよ。ちょっと早めの、なんか見たことある木だな。テーレレッテン、テーレレッテン、テーレレ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 。プーさん、かわいいんだけど。ピクレットもいるね、かわいい。強すぎだろ。はあ、ちょっと、はあ、負けた。はあ、嘘だろ。え、今日の夕飯来ました。見えてますね、こちら。今日の夕飯はおひし。はい、今日もなんか回転寿司がねあったの、近くのショッピングモールみたいなところに。シンガポールの回転寿司はどうなのか食べていきたいと思います。さあ、サーモンの味で寿司屋のうまさが決まると言っても過言ではない。いただきます。ん？ん？うまい、普通にうまいんだけど。ここもなんなの、シンガポールね、お寿司屋さん普通にうまいんだけど。来ました、いくら。ちょっとケチいんじゃないですか、いくらの量が。下のシャリがね、見えてます。花巻サーモンと、マヨネーズにとびっこですね。シンガポールの寿司おすすめです、皆さんぜひ食べてください。はい、ということで2日目の夜となりました。いや、今日はね、ちょっとがっつりね、観光しちゃいましたね。楽しかった。いや、行けてないとことかもちょっとあるんだけどね、マーライオンとかまだ行けてないんで、ちょっとね、行きたいんですけど、まあ明日から本番ですよ。お仕事です、明日からは。いや、12月はですね、本当に雨が一番多い時期なんだけど、今日もね、お観光する時間では本当ね、晴れてくれたんですよ。だから本当に良かった。いやー、じゃあちょっと最後にコミコン今日行ってきたんでね、こちらのスポンジボブ半分骨、プランクトンがシークレットなんですね、これ。やっぱパトリックでしょ。じゃあパトリックが好き。せーの、はい。誰、イカルドじゃねえか、触り心地。行きます、行きますよ、今度こそ。せーの、はい。ゲイリー、かわいい、ゲイリーです。これパッと見置いといてもさ、スポンジボブのキャラってあんま分かんなくない、これ置いても。はい、ということでシンガポール前半の動画はこちらです。最後となります。明日からお仕事頑張りたいと思います。それでは、あ、リオちゃん連れてこよう。今日の観光の時、ホテルに普通に忘れてました、この人。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバーイ。